はい、学研の、上級漢和辞典漢字典改訂第6版です。漢字典で漢字を引いてみましょう。まずは、ケースから本体を取り出します。こういう形に置いてみます。ここの今見えているこの部分、ここを、小口と言います。ここに1234ということで部首の画数が印刷してあります。そしてこの爪が何画の部首になるのかということをこの矢印で示しています。さらにここに作印、部首作印、音訓作印、双角作印、その他の作印というものも印刷してあります。はい、漢字園で漢字を引いてみましょう。引く漢字は恋です。この字を双角作印で引いてみましょう。双角作印は赤色の部分なので赤色の部分を開いてみます。はい、開いてみました。今12画をのところを開いています。漢字がいっぱい並んでいますが、ここに線が引っ張ってあります。部首の画数で区切りを入れた線です。今は五角のところです。後ろに行くと六角があります。恋は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 になります。10画なのでもう少し前のページになります。戻っていくと11画です。さらに戻ると10画になりました。10画のところを見ていくと今5画のところにあります。心は4画の一番最初になりますので4画の最初の方を見ていきます。はい、ありました。ここから恋を探していきます。音読みの五十音順に並んでいるので恋は連ですから後ろの方になります。はい、恋が見つかりました。649ページを開いてみます。はい、649ページを開きました。小口を見ると恋は一番下にあります。一番下にあるから最後から見ていくと、はい、ありました。以上、双角作印での引き方でした。